アントニンの狩猟養生官ミハウ・ラジビウは、ポーランドの貴族、外交官ラジビウ家の子、公爵プシゴジツェの第四代オルディナとフェルディナント・ラジビウ公とその妻のペラギア・サピエジナ、公女の間の長男として、ドイツ帝国の首都ベルリンに生まれた。帝政ロシアの外務省に入り、パリのロシア大使館に勤務した。語学に堪能で、 8カ国語を自由に操ったと言われる。また、ドイツ軍の陸軍中佐及び、イギリス軍の陸軍少佐の地位をも有した。マルタ騎士団の騎士にも助任されていた。1917年のロシア革命に伴って、外交官の職を失い、1926年に、ポーランド共和国の市民権を取得した。ミハウは、ルディという愛称で呼ばれたが、これは、 彼の赤毛に由来するものであった。彼は田舎のアントニンの狩猟養生館に陰性したが、その豪車で乱れた生活ぶりから、アントニンのマハラジャーと呼ばれるようになった。ミハウは気候や破天荒な振る舞いで有名な人物で、彼の行情は、戦艦機のポーランドの新聞にたびたびゴシップを提供した。ミハウはアントニン城の礼拝堂に埋葬されている。 先祖数人を埋葬場所から掘り出そうとする騒ぎを起こし、礼拝堂は閉鎖された。数多くの女性と不倫を重ねたり、ある時は最初の妻を走行中の自動車から蹴り落とす事件を起こした。彼は親族たちから落語者、反逆児あるいはサイコパスだとみなされていた。ミハウは父がオルイカの接種量を弟のヤムシ主に相続させるつもりだと知ると、 父を告訴して、オルイカの所領の相続権を主張し、結果として、家族と疎遠になった。プシゴジセの世襲領を呼び、アントニン城は相続できたものの、ミハウは、自身の散財のせいで常に破産寸前であった。ミハウは、生涯に三度結婚した。1898年に、ギリシャ人貴族の娘マリアド・ベナルダキと最初の結婚をし、一万一以上に恵まれた。 しかし夫妻は子供たちをどちらの宗派で育てるかで、仲違いし、1915年に離婚した。翌1916年、ミハウは、スペイン貴族のサンタスサナ公爵未亡人、マリア・エンリケータ・マルティネス・デ・メディニラと再婚した。1929年には、彼女とも離婚しようとしたが、実務上の問題から離婚には踏み切らず、別居を選択した。 1938年には裕福な未亡人、ハリエット・スチュワート・ドーソンの妻と三度目の結婚式を挙げるが、これは二番目の妻との離婚が成立していないため、中婚事件として取り沙汰された。1939年のドイツ軍によるポーランド侵攻の際、ミハウはナチス・ドイツの占領者たちの関心を買うため、アドルフ・ヒトラー総統にアントニン城を献上しようとした。 進行時、ミハウは自らをドイツ人だと名乗り、侵略者たちを解放者と呼んで歓迎した。しかし、ドイツ当局はミハウを信用せず、彼は自宅難禁を命じられた。翌1940年、ミハウはフランスに出国することを許され、南仏のリビエラで数ヶ月を過ごした。その後、第二次世界大戦が終結するまで、ミハウは、 ベルリニアスイスに住む親戚の屋敷を転々としながら暮らした。戦後、ミハは二番目の妻の所領のあるカナリア諸島のテネリフェ島に移り、貧しく孤独な余生を送った。ありがとうございます。